こんにちは日向陽一ですそれでは今回も聖書に学ぶ幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。今回は、えー、性格を改善する2つの方法、えー、自己中の治し方ということでお話をしていきます。えー、これはですね、あの最近ご契約いただいた、えー ある男性クライアントさんに向けてお話をしていきたいと思います。あなたに一番これをお届けしていきます。まあ、少しメールでね、あの簡単にご説明したんですけど、それについて動画をしっかりと撮っていきたいと思います。で、こんな質問をくださいました。さて、先生にお伺いをしたいことがあります。私は意識することを忘れてしまうことがあります。 そこで自己中心の心を改めるにあたり、日々の心がけや習慣など気をつけるべきことがありましたらお,いお伺いさせていただきたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、非常にまあ丁寧に書いてくださってありがとうございます。で、これについてあのお答えしていきたいと思いますま。そういう意味であのえですね、 まあ夫婦関係の,あの修復のためにはまあ自己中心の罪を悔い改めることがまあ必要なわけですね。で悔い改めという言葉は聖書のまあギリシャ語の言語ではまあ心を入れ替えるという意味のある言葉なわけです。で、まあ、平たく言えば自己中の性格を改善する直、まあ、すともまあ言うことができるわけですね。 で、まあ、聖書辞典を読むと、まあ、この食い改めという言葉はこんなふうに説明されていますえ。食い改めは単なる後悔や打算的なものであってはならず、深い罪の認識、生活の改変を伴う根本的、徹底的な転換であった、とえ書かれているわけです。 で、まあ、じゃあそのために、まあ、この習慣っていうことも、あの、聞いてくださってますので、まあ、どうしたらいいのか、まあ。いわゆる性格改善の、まあ、二つの方法ですね。ここに書かれている、え、深い罪の認識。そして、え、生活の改変ですね。と、まあ、それを支える、まあ、一つの習慣について。 まあそういう意味で3つの点ですね。2つの方法と1つの習慣ということでお話をしていきたいと思います。で、まあ、あの3点ですけど、まあ自らの罪を知る。で、生活を変える。そして、まあ聖書を読む習慣を持つということですね。えー、1点目の、まあ自らの罪を知るということですけど、まあ私たちは、まあ自分自身の姿というのをなかなか、えー、冷静に、まあ、捉えることができない。 わけですねまあ、聖書的に言えば「まあ、霊的に盲目であるとということがでできるわけです、まあ、目が曇っている」という表現もできると思いますね、まあ、しかし時々私たちはまあ自分の罪深さに気づかされることがあるわけです、まあ、それは人間関係における摩擦が生じた時ですね、まあ、知らずに誰かを傷つけてしまったことに 気づかされる時私たちは自分の自己中心的な姿を示されるわけです。まあ、人間関係は私たちの姿を示す、まあ、鏡のようなものだということができると思いますね。で聖書の中にもたくさんあの罪を犯してしまった、まあ、自らの姿に まあ気づくまあ我に返ったという表現がされているところもありますけどまあそういう人たちの話がたくさん出てくるんですね。でまあご夫婦の関係で奥さんから離婚したいと言われたあなたはまあそのことにまあ嫌顔でも今向き合わされていると思うわけですね。自己中ご自身の自己中の姿というのを示されているわけですで。これをあの なんて言うんてううでしょうあの落ち込むとかっていうことではなくてこの離婚の危機を、まあ、自らの本当の姿を知る、まあ、機会機会というのはあのチャンスですねと捉えることが大切だと思うんですね。ですから罪を知るということは、まあ、ちょっとイメージ的には何かこう。 なんか溺れてどんどん沈んでいくんだけどなんかそこに足がつくみたいなそしてその底を蹴ってまあ上がっていくためのまあチャンスというか自分の罪に気づ,気づかなければどんどん沈んでいってしまうんですけれどあの罪に気づかされるというのはそういう意味で神様のまあ憐れみというか助けだというふうに言うこともできるわけです。 で、えー、2点目は、まあ、生活を変えるということですね。で、まあ、知らずに、まあ、人を傷つけている、まあ、自分自身の自己中心の姿に気づいたら、まあ、今度は行動を変える必要があるわけですね。まあ、そのというか、まあ、変わりたいと願うようになるということができるわけです。 だから、えーと、行動を変えると言っても、そのハウトゥー的な、あの、ありがとうと言うとか、なんか花を買って帰るとか、そういう外側のことでは変わらないんですよね。内側が変わらないといけない。聖書は常にその内側の話をするわけですね。そして、あの、その行動を変える、まあ、必要があるわけですけれど、それは心から始まっていく。 とということですねだからまあ心理学とか自己啓発とかハウツーがまあ役に立たないわけですねあの外側のこと内側が変わってないので外側だけやっても、まあ、私のところに来られるクライアントさんでもよくありますけど、まあ、すごいなんかわざとらしいとかあのなんか気持ち悪いと言われてしまうっていうことがあるわけですね何でかっていうと心が変わってないのに相手に取り入ろうとしてしまうからなんですよねで 心の変革による生活の変革。ということで、で、その心っていうことですけど、まあ私たちは神様から、まあ良心というものが与えられているわけですね。良心というのは、あの、親のことじゃなくて、えっと、良い心ですね。良心。つまり何が良くて何が悪いかっていうことが分かるようにされているということなんですね。ですから、 自分の罪に気づいた時、自己中心的な自,自らの姿。を、あの見せられた時に、あのこんな自分のままじゃいけないんだって思うんですよね。変わりたいと思うようになるわけです。そして、その後に何が起こるかというと、自らの罪で、まあ、奥さんを傷つけた時に最初に出てくる。思いっていうのは？ 相手に対する、まあ、自分の責任を認めるごめんなさいという気持ちなんですよね。で「ごめんなさい」というのは、まあ、これは和解の言葉だというふうに言うことができますね。あ本当に悪いことをしてしまった本当に悲しい辛い思いをさせてしまったということに気づいて謝りたい気持ちになるということですね。そしてその後にその傷を癒したいあの 回復させてあげたい。まあ、愛されてるとあの感じさせてあげたい。まあ、そういうふうに思うようになるわけですね。つまり相手を大切にしたいという思いが出てくるわけです。つまり和解と回復を目指す。まあ、それを願うようになるということですね。でそれがどういう形を取るのかというのはその奥さんの,あの 必要というか、まあ、それはこれからカウンセリングで見ていくわけですけれど。あの、それを深く知りたいと願うようになる、ということなんですよね。で、それが生活が変わるということなんです。その心が変わることによって、行動が変わってくるわけですね。で、ここで考えたいことは、まあ、私たちというのは、どこまでも自己中心的な。存在だっていうことなんです。まあ、自己中を直すって。 言ってますけど、我々は常に何か病原菌を体の中に持っているあのようなものなんですよね。だから継続的にあの悔い改めてもまだあのこう不完全な自分、まあ、罪深い自分の姿というのを見出すわけですね。つまり継続してあの罪の悔い改め と生活、罪の自覚と生活の改善というものをあの持つ必要があるわけです。これちょうどですね、あの、私が思うのは、あの、毎日お風呂入らないといけないじゃないですか。それに似てると思うんですね。我々生きてるだけで汚れる。そういう意味で、我々生きてるだけで心の中から罪が出てくる。で、罪深い傾向があるということですね。で、聖書はそれを認めてるわけです。 で三点目が今回のあの質問の答えということになりますけど、まあ、聖書を読む習慣を持つということなんですね。で、今までお話してきたことっていうのはなか自分の努力とか意志の力で歯を食いしばってやろうとしてもできないことなんですね。もう多くの人たちがまあ歴史上あの自分を立してあの。 やろうとしてきたけどあのできないことなんですこれ罪の悔い改めというのはでそこでこの聖書の、まあ、力というかそれは人間の努力や意志の力ではなく、まあ、神様の力ある言葉によるんだということなんですね、まあ、聖書に書かれている言葉が、まあ、私たちの心を変えることができるわけです、まあ、この、えー ヘブル人への手紙の4章の12節というところにこういうふうに書いてあります。神の言葉は生きていて力があり諸刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫き心の思いや計り事を見分けることができます。とですね だ神様の言葉に力があるんですよ私たちの努力とか私のあの願いっていうことじゃなくてでこれは何て言うんでしょうねまあすごい力なんであの私たちに罪を示してそして愛したいという思いを与えるその力があるっていうことなんですね。 であのだから自己中の心を変えたいと願う人私たちがするあなたがするたった一つの習慣っていうのは一つのことっていうのは聖書を読, <laughs> 読んでごめんなさい聖書を読む習慣こそが自己中心的な私たちの心を変えていくんです。 でで、すので毎日少しずつでもいいのであの聖書を読んでくださいまあそうしてくださるとあのもうすでにメールで返事くださってますので、まあ、これは確認というふうに思っていただいて大丈夫ですで聖書っていうのはまあ私たち日本人にとっては多くの日本人にとってはなじみの薄い本なわけですねでもあの全世界で2,000年にわたって人間の心を変え続けてきた実績があるんですよ でまあ、初めてなので、まあ、ルカの福音書から読んでいただいて、まあ、かあのそれを、ね、理解していただければいいと思いますし、まあ、その読み方具体的にどういうふうに読んでいったらいいのかっていうのはあのもうお送りした動画であの説明をしていますので,で、まあ、この YouTube をご覧になっている方は私の,の YouTube の,の動画の中にありますので、まあ、ご覧いただければと思うんですけれど。で その力によって本当に変えられる経験をしていただきたいというふうに願っています。はい、ということで、まあ、自己中の心を変える習慣というのは結論から言うと、まあ、聖書を読むということなんですね。まあ、3つの点でお話をしました。自らの罪を知る生活を変えるこの2つがあの性,格性格を改善するために、えー、する2つの方法なんですけどこれを支える。 この動機になる、力の源となるのは聖書を読む聖書の言葉なんだということをあのもう一度ね確認して覚えていただければいいかなと思います。はい、ということで、えー、性格を改善する2つの方法、まあ、自己中の治し方ということでお話をしました。 この動画の概要欄に私がご提供している夫婦関係の修復、そして離婚回避のための無料の動画講座のご案内が載せてあります。また私のウェブサイトのリンクも載せてありますので、興味のある方はご覧ください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。